の国会皆さんこんにちは皆さんこんにちは令和五年十二月二十七日に収録を行っています今回のテーマですが岸田総理は辞めないということでこれは何でしょうかこの動画アップされて翌日にお辞めになるかもしれないけど、うん、そうですね可能性はありますね未来書によるとそうなったら次の動画撮らないとね はい、や,めやめ、おやめにならないと思いました、おやめになりましたい、いさはい、これね、岸田総理はやめないっていうサムネイルなんですが、はい、正確に言うと、岸田総理ご自身はやめようとなさらない、はいはい、これは過去によくあったわけです過去にあった、はい、過去にありましたよ、その3か月で終わった小野総理も、2か月で終わった畑総理も。 だから支持率50%を超えてんるのにこ辞めたわけじゃないけど人気切れのままになってしまった海部総理も、うん、自らは総理を続けるつもりでいらっしゃったから、はい、ご本人は辞めようと思ってらっしゃらないのに辞任に追い込まれた総理っていうのは珍しくないですよ、うん、だから追い込まれるってことはありうると思いますがあの総理岸田総理ご自身としては辞めるっていう選択肢はないと思いますよ。はい でそれはえっ、ー、といくつも理由があのはっきりした理由があるんですが一番はこれです性格うんこれってねあの総理ってこう本当に追い込まれて辞める時ともう性格だけで辞めちゃう時があってこれが案外多いんですよ<ー>で岸田時代に目撃した例で言うとはい。 例えば村山総理ね村山富一総理もうお忘れっていうかご存じない方も若い人には多いと思うんですけど日本社会党が自由民主党と一緒になって自社連立政権っていうそれまでは考えられなかった政権を作って少数の社会党側から村山さんっていう社会党の委員長が総理になったんですよね。でこの村山さんはこの他の人がどう聞いたか分かりませんが私が聞いたのは。 もうええじゃろ,もうええじゃろこの九州の言葉で、うん、これもう一発で分かったのどういうお気持ちかっていうのは村山さんは実は理論家ではないのでその自分の行動を全部整理されてたわけじゃないと思うんだけどね理論つけて社会党って理論派もいたけど村山さん違うからあのいわば人情派だったからねはいでも 自社は連立政権ができて日本の冷戦終わったんでその前に冷戦終わってたんですよね日本だけ冷戦終わらなかったんですよ自由民主党と,ちょっとやや少数の社会党がいるっていうのは完全に冷戦構造なんですよアメリカが一番強いんだけどプラスソ連がいて米ソで社会は二つに終わってるっていう冷戦構造ですけどそれで安定してたわけ、うん、いわばその冷戦が終わって良かったと思ったけどそれで社会はすごい不安定になって 今もその不安定の最中にいるわけですよねガザであったりウクライナも実はその一つですよね。うん、で村山さんはだから自分が社会党なのに自由民主党中心の政権の総理になって例えば村山さんがあの村山総理が初めて自衛隊の関越地域行かれた時の挨拶が「うん、シーレーン防衛」って言われた シーレン防衛の強化が大事だっていうことをね自衛隊の関連式で総理として演説なさった、はいうん、で僕は現場に出た記者であの「俺はこの得意だったから勧進帳」って言ってさあの弁慶の物語で、はい、弁慶が実際に書いてないものを読んでみせるって勧進帳勧進、うん、帳で原稿を送るっていうのはあの今はもう電子メディアだけど電話で原稿紙書かずに急いでもうパッと文書の人が送ることのそれを勧進帳を送ったんだよ、はい デスクにこれ実名でいいと思うんだけど福山さんっていうね社長になった共同通信の、うん、ただし僕とは僕は肌合わないって珍しいんだよ肌合わない向こうが嫌っておられたのかなでこの福山デスクに送ったんだけど福山さんって仕事はピシッとしてる人その福山さんがありえないってわけチーレン防衛なんて言わないと」うん「はい村山だよお前」<laughs> <い>や <laughs> 僕も知ってますよ「<laughs> 村山総理ですが「支ン防衛」ってはっきり言われましたそした福山さんは「いやあれなんよこれは」<laughs> 俺も困って急ぐから官庁で送ってんのにだから「デスクすいませんがあの官邸から原稿を見せてもらってください」と原稿を読んでるだけだから。 深山さんはもうその場で分かったって言って納得してそういう原稿で出たんだけどこれは村山さん自身は当然、うん、あの苦しんでおっしゃったと思う、はい、社会党ってあのはっきりと非武装中立自衛隊否定なんだか言うですね,ねえ今の社民党はそういうこともう言わないけどでも。 それがいきなり信念防衛でしょはいでこれが日本の冷戦構造を終わらせたんだけどそういう言葉では村山さん考えてなくてもそういう,こう時代を動かす偉い役割を背負ってしもうたって感覚があって、うん、でもとりあえずそれだけあったらもうええじゃろうと。で人情化だからお社会党は結局潰れるわけだから、うん、ねあのたくさんの議員がその後落選していくわけでだってそれは存在意義を失ってるから。うん でそれも全部合わせてこの村山さんの人情化せ,せの性格で自分が最高権力者にいるのはもうよくないともうええじゃろとうとねでこれとある意味非常に違ってたのは細川森弘総理で一時期は大変な人気だったんだけど僕あの頃ねちょっとあれたんだけどさ今ペンがこれしかないんでこれボールペン、はい、細川総理ってねあの記者会見の時に記者をこれで指す はいあなたちょっと失礼ですね, <laughs> ね俺もそう思ったよちょっとおかしいんじゃない、うん、これが大人気あの褒めさやしたの」の週刊誌とか新機軸だって新機軸って塾 <laughs>、えー、これ本当の話だよすごいですね何でもありですよね,ねネクタイの結び方もねあの雑誌に「素敵な新しい結び方だ」って「えその普通のネクタイの結び方じゃん」と思ってうん、うん、もうそういうふうに言われた 細川さんだっったけどあの国民福祉税っていうね小沢さんに言われて、うん、突然大蔵省の当時の次官と小沢さんを組んで細川総理に言わしてこれを真夜中にやってさあの読売新聞の官邸キャップがねあの「おかしいんだよ言ってることが」ってね記者会見で言ったのよく覚えてる。うん、でそれで人気がなくなってさでその後何が起きたかというと佐川急便からね はい、お金もらって熊本の殿様ですから細川家ってあの土塀をね土塀って言っちゃいけないのかその立派な塀をまあ土でできてるんだけど直してもらったんじゃないかってずっと国会で追及されててそれで西川清さんとコロンビアトップさんっていう参議院議員がいた時代で皇帝でまあこのお笑い界出身の人とまあこう気を許してご飯食べてたんでしょう。 であの西川さんは多分何も言わなかったけどトップさん出てきて記者にそれ言ったそうするとブワーって広がった、うん、総理はあの絶対言っちゃダメなんですよそれはでもこれ細川さんの性格で多分僕はプライドが耐えられなかったと思う、うんうん、佐川急便とどっちかというと新しい会社に平を直すお金まで出してもらった追及されるのも嫌だけど多分それが一番嫌だったの、うんだ やっぱり殿様のお家だから細川さんは本当に殿様らしい人でしたからそういう性格で辞めたと思う。で前置きは長くなったけれども岸田さんの性格っていうのは安倍さんは僕に例によって呼び捨てで岸田は気が弱いっておっしゃった、うんはい、おっしゃったけどその時も僕は反論じゃないけどいやでも気が弱いって言われる人は粘り強いですよってでそれは安倍総理もそうだよねって。うんうん そうかもしれないねいやいやそうだよねっておっしゃっていやそうだと思うよあの僕はすごい気が強いけど意志は弱いですけどだから歯磨きするの大変なんですけどだからあの電気歯ブラシで長年活躍してもらったけど電気歯ブラシ自体持つのは面倒なんで <laughs>、はい、そういう意志は弱いけど気はすごい強い最近粘り強くなってるよ、ね、俺でももともと子供の頃の性格はあの全然粘り強くないで今でも秋っぽいじゃん でも気が弱いって言われるような人ほどやっぱ粘り粘強いと思うんだよね、うん、だから岸田総理は一つにはもう選挙ないじゃん少なくとも来年9月の総裁選までもう解散なんてとっても無理なんで,、はい、で参議院選挙は2年後の2025年だからだからひょっとしたら次の解散総選挙は今の衆議院議員の任期切れに間に合うので2025年の夏のダブル選挙もありえるぐらいだから。はい だからすごい先でしょ普通総理を辞める理由っていうのはやっぱり選挙に負けることだけどこれない、はいうん、地方選挙で辞めることはないですよそれ,で、はい、それから景気が良くないのであるいは特に物価が高いので,で、ね、予算を止めて野党が抵抗するっていうのも無理予算が上がらないので辞めた総理は例えば竹下登総理はそうだったけど、うんうん、これはないそれから最後に性格 あの粘り強さからすると、はい、少なくとも岸田総理が森山さんみたいにもうええじゃろうとか細川さんみたいにもうやめたいなっていうのはもう全くないと思いますよ。うんうん、だからあそういう意味ではこう週刊誌とか一部メディアとかあるいはネットで、まあ、やめるだろうやめるだろうなってるっていうのは実態とかけ離れてると思います。ただし言い訳するんじゃなくて 追い込まれての辞任ならあるけどっていう意味ですあの。ご自分から投げ出し投げ出しこれはない。岸田さんはやっぱ美点じゃないですか。うん、投げ出さないっていうのは投げ出さないってい意識で例えば高地から解体するんじゃなくて自分解ちやめるとか、うん、最初に派閥解体宣言しないで改革委員会作るとかそっちになっちゃうんだけど、そこは岸田総理のはっきり言って弱いところですけど。 でも投げ出しはないんこの自民党内で引きずり下ろされるっていうことはないんでしょうかこれあの「式典新聞がそういう動きはない動きはない」って書いてるけど課長の栗を拾うっていう意味ではそんなあるのは、まあ、こういう変わったやつってことにやっぱり変わったってはっきり僕は変人だと思いますか、はい <laughs> <laughs> 俺変人ちゃうよ変人っていうのは人のことを考えない人のこといつも人のこと考えてるの <laughs> 他の人と変わっているという意味で変人ですねその <laughs> いやだって異常ですもん議員は <laughs> 議員は異常です <laughs> あ異常常でですすど,ど,どういう意味で異常なの,普通の人でではないというととうころです 鉄人。あの聞けば聞くほど、私が泥沼にはまるような気が,が。鉄人です。しますが、鉄人は変人じゃない。<laughs> はい。鉄人は二十八号の。はい。わかるの。分かりますよ。世代が違うんで、ほとんどのこと知らないのに。鉄人二十八号わかる。二十八号分かる。何の話や、今。<laughs> それでュ中の栗を拾うのは、まあ、自分であのこういう変わったやつで言ったからこんな話になったんだけどさあ,あ,の <laughs> あの今までの利害関係と関係ない人しか人は手を挙げないでしょうそうですねだもんでいや岸田さんはそれも考えてると思うよ当たり前だけどだから引きずり下ろして俺がなろうっていう私がなろうっていうとこまで言ってないじゃん,ん微妙な動きがあってもそこまで言ってないでしょ だって本当は総裁選に出ますってはっきり宣言してるのはなんところ一人じゃん意欲の表明はありますけども、ね、ろってないじゃんだってじゃなくてちょっと僕は不思議に思ってるのはだって来年の9月で決まってるわけだ、はい、そうすると有力な人は出るって言うべきだよね出たいんだったら。 それから当然もし閣僚でいらっしゃればやめるべきだよねそれ変だよ岸田総理の指導力のもとに閣僚やってて<え>来年9月の総裁選出るってやっぱり言えないから、うん、こ話が逆でそれは閣僚をおやめになってでしょ、うん、だから閣僚でも副大臣でも政務官でもない政府の一員じゃない私しか言えないってことに今なってるわけです、うん だからそれが大新聞の、まあ、はっきり言うと摩耗した感覚ねあのー、やっぱ今でも僕は新聞読むよ仕事としてそうするとさ記者出身だからっていうんじゃなくてもう最初の「あいうえお」からさ極端やなでも最初の5文字ぐらいから記事の結論まで全部わかるわけだ、うん、記者出身じゃなくてもわかるでしょ 大体どんなふうに展開するのま決まったその決まったストーリーっていうのは確かにありますよね、うん、決まった総理はまだ優しい言い方で思い込みだよね。つまりこれ、うん、これってさ僕も知らない時代のあの住民の中の争いねすさ、はい、まじいのがあったわけだ。はい、福田さんと大平さんとか、ね、何十日構想とか言って、うん、そ僕らも本で読むだけなんで。はい でもその時代のがずーっともう記者は全部入れ替わってるのに残っててこういう時にわーっとこうあの引きずり下ろしが起きるはずなのに起きない、うん、いやそれはもうすでに時代が違うんだよそれはだから岸田総理としては今のところ閣僚は自分で首切ったけどそれもはっきり言うと理由にならない理由で理由になりませんよ、はいうん、あの事件に連載してあの 例えば逮捕されたりあるいはその、うん、起訴されたりしたら別だけど安倍派っていうだけで首切るっていうのはこれ全く筋は通らない、うんね、通りませんこれは安倍派がどれほど悪者をしてても僕は安倍さんと親しかったっていうことでは全くなくてこれはあの任命権の僕は乱用だと思う、うん、でも岸田さんからしたらですよ自分で辞めさせることはできるけど俺辞める私辞めるって人がいない だから内閣総理職に至る理由がないそそれはそのとりだと、うんはい、だからあの新聞大新聞の書き方だとね例によって引きずり下ろしは起きてないなるんだけど、うん、え引きずり下ろしって昔みたいな何,何十日抗争って今も起きると思ってんのかって起きないですよ。うんはい 状況が違うったんですねはい、はい、ありがとうございましたでは今回の内容以上にしまして、うん、今日はこちらです女を大使を抱けをご<あ>紹介ですねあのこの感想が感想注意報なんですよまあ僕のブログだから当然なんだけど、はい、青山千春、えー、東京海洋大学教官に置かれてはネット一切やらないので、うん、ブログも何もないので感想の追って行き場がないので、はい、あの私のブログの コメント欄に送ってくださいね、はい、読んでくださったって方が多い今朝見たあのコメントも「電車新幹線」の中であの僕の本を読んでくれたって感想を書いてあって最後に「夫は女を大将だけを読み終えました」そこで終わりであそちらの感想がい、ね、ないので、ね、ぜひ送ってください,ださいはいその、はい、夫さんも送ってくださいねはい、はいえー、私は画像診断専門医です 女や<う>女よ、えー、大将井だけを昨日読みました、はいはい、青山さんを支持して8年半青山千春博士のエピソードやメタンハイドレートのことを断片的にお聞きしていましたがこの著書を読んで一つのストーリーとして理解することができました、うん、魚群探知機のエコーグラムで千春博士が発見した海底がピョコっと角のように飛び出た、えー、メタンプルーム 私は患者さんの疾病を見つけるためにエコー検査を数千例してきました、うん、見慣れないものを見たとき何だろう知りたい という気持ちを持つことの重要性は、うん、医学検査としてのエコー検査も、うん、海洋調査の魚群探知機のエコーグラムも共通しています趣味が船釣りなので、はい、魚群探知機にも馴染みがあり、うん、楽しく読む家臨場感たっぷりに千春博士の講演を聞いた感覚になりました、うん、図版にたびたび出てくる南極とマダガスカルに行きたい16歳 が原動力となり4つの決断をし5つの壁をぶち破った決して諦めない諦めたらそこで終わりのこの信念こそ私たち日本人が持ち続け、えー、なければいけないものですね自前エネルギー資源を広く国民が享受できるまで一国民として応援し啓蒙のお手伝いをしたいと思いますということです、はい。ありがとうございます たびたび感想を寄せてくださっての多分僕とお話したこともありますよね、はい、ありがとうございますそして皆さんお待ちかねのチャンネル登録シリーズですじゃあ,あの大学受験の時の受験番号の話をしましたのでなんでこんな話してるんや <laughs> 本当ですね、えー、あれから何十年経ってもお金出してくれたお父様に「はい、申し訳ございません」<laughs> その上でですね、はい、慶應義塾大学に入って、えー、中高陸上部だったので、えー、陸上部の練習に行ったんですよはいで私が何を思ったかあなたなら分かる何 <laughs> でしょうね何を思ったかすっごい当たり前だけど真面目に練習してたはいはいトラックに行ってこれ日吉の歌じゃなくて「はい 日吉はもちろんありますから行って、まあ、当然陸上部に入るつもりで行ったんですよ、はい、そうするとトラックをみんな必死こいて走ってるじゃないですかよく中高走ってきたんですよねそれ見た瞬間にね走ってるだけじゃなかったそれをよく中高6年間やってた人が言いますよねっ <laughs> 秋っぽいけど意外に粘り強いのかね それで、まあ、中学生高校生だけだし純真学院の陸上部なんて全然大したことないわけだけどただ自分の限界ある程度知ってるよね一生懸命練習したからそうするとやっぱ大学で伸びると思えなかったねで早稲田行ってからいきなりスキーやったのは多分平たいところをぐるぐる回るんじゃなくて。 この雪ってものを知らないし知らない雪の上で長い棒に乗って急斜面を滑り降りるってそういう体験をしたいって、うん、間違いなく動機なんだけどとりあえずその時はこの陸平らな陸のずっと走ってるばっかりじゃん走ってるだけじゃんと思ったので陸上部はそこまでにしといていきなり水球部に行ったんですよ、はい、水球部、はい、慶應義塾大学大会水球部。 サークルないよね水球泳なんてね確かになさそうですねで水球って初めて見た <laughs> それであのちゃんと着替えてプールなんかも入ってでやらせてくれたんでやったんだけどさあの当たり前だけどずっと立ち泳ぎの世界ねはいそうですよね、はい、でボールが向こうへ行くと当然泳いでいくんだけど <laughs>、はい、それもなんとなく立つの落とし子みたいな泳ぎなんで スイーの体を伸ばす泳ぎじゃなくてでさ俺あの高校の体育の授業でハンドボール大好きだったああいうのあってんいじゃん展開がそからシュートする時もあの飛び上がってこう投げんじゃんああいうの大好きなのでスイーバーン投げんだよでも立ち泳ぎしながらじゃんよっぽいい選手だと プーールのの中かからバーンと上がるのかなうん、うん、俺あの時は見なかったけどこれないなと思った <laughs> で「たるいな」と思った表情を読まれて <laughs>、はい、先輩が僕に強調したのが先輩ってその時初めて会った先輩だけど強調したのが「水球部はすごくいいことが1個ある」って言われて「なん、はい、ですか?」って聞いたら「これはやってる大学がとても少ないのでほとんどないので」 すぐ勝てるる <laughs> 上位に行けるんですね <laughs> これねあの青山チャ茶ー羅ー博士の東京海洋大学には水中ホッケー部ってあるんでへえそんな、ね、これは初めて聞いたんだけど水球はさらにずっと多いと思うけど、えー、まあ水泳部はどこの大学もあるけど水球部ってやっぱり少ないんだってはい、はい、で僕はそれに誘惑されたかというと話が逆で。 <laughs> <laughs> しかも理由はある程度分かったよ自分で。立ち、はい、泳,泳ぎしてさ投げる時も、ええ、腕は伸ばすけどさこれかこれはあんまりやらないだろうなね、はい、それで結局あのクラブをどうするか考えてるうちに哲学に疑問が芽生えて「うん、あの訓行学」って言葉があるんですけど古きを尋ねるって意味ですけどね フリキを尋ねるっていう、ね、僕からら見たら趣味に見えるわけ、うん、趣味でいいんだけどこっちは一応真面目にやろうとしてたから学問を。そうアレアリストテレスから始まるじゃない普通。そうすると世の中は実際によくしたいと思ったからもう間に合わないと思って、うん、若気の至りだけどねそれでもう今日はやめることを考えだしたからクラブどこじゃゃななくっっちゃったんだから今日のチャンネル登録はですね、はい、当然。 あの帽子かぶってた、水球の帽子をかぶってたあの先輩ですね。はい。<laughs> はい。はい。えー、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録を皆さんもお願いいたします。はい、えー。そして独立講演会のご案内です。2月の18日、京都で開催します。こちらのお申し込みは10月10日からスタートです。お越しください。はい。総裁選まであと。あ、10月って言いました私。はい。1月10日からスタートです。 お越しくださいもう総裁選の翌月に頭いってんの <laughs>、うん、総裁選飛び越しちゃいましたねえー、2月ってことは総裁選まであと半年プラス1か月に迫ってますもうだいぶ党内の空気も変わってきてるどこじゃないでしょうね、うん、その段階で皆さんとお会いできるのはとってもいいがあるしお互いに楽しみだと思いますおいてくださいでそのの時ににに今回の総裁選に間に合わなくても えー、党員になってくださるとやっぱりすごく正直申し上げてみ、うん、みんんなとと一緒ににやるることについてて厚みが出るんで、うん、それも期待してます党費、まあ、だくんで、あのー、無理にお勧めすることは僕は絶対しませんしませんがもし志し共有、うん、い党員になってくださらなくても志共有できますよ。 でもそういうやり方もあるっていうのをちょっと考えていただければと思いますはい。はいえー、入棟のお申し込みは動画の下の説明部分概要欄からお申し込みいただけます、えー、それでは今回もご視聴ありがとうございましたありがとうございました